ファーウェイ社員、中国軍で研究。アメリカのブルームバーグによりますと、ファーウェイの社員が過去10年間において、無線通信や AI など、少なくとも10件の研究について、中国軍に協力していたことが明らかになりました。こちら、事実であれば、ファーウェイの技術によって、中国軍が強化されていることになってしまいます。 こういった研究活動、日本国内でも行われてしまっている可能性がございますので、日本政府には早急に規制を行っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。